中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。競馬ファンの初夢を背に中山金杯、まずまずのスタートといったところであります。先行するのは何か、新た先頭エヴァーガーデン、内を通りまして15番レッドランメルト、その後ろでやりましょうか。2番クリノプレミアム、そして5番手に10番コスモカレンドゥラ、それから3番ラーグルフ。17頭第1コーナー右にカーブを取ります。外を通ってウィンキートス、それからもう1頭ワンダフルタウン、ゴールドスミスがその後ろ、フェングロッテンがその内にいます。そしてその外にラーゴム、内から1頭ヒュミドール、そしてその後ろから4番レインカルナティオ、これが1番人気の1番マテンロゲオであります。カレンルシェルブル、その後ろ3馬身くらいあって13番フォワードアゲン、その内にスカーフェイス、流れるようにレースが進んでおります。これが先頭17番エヴァーガーデンであります。まもなく第3コーナーに差し掛かります。そのうち15番レッドランメルト、新た内を通って2番クリノプレミアム、それから10番コスモカレンドゥラ、そのうちからは3番ラーグルフ、そして外からはウィンキートス。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、青い帽子新たが先頭、間を割ってマテンロウレオ、マテンロウレオ、まだ来ないのか、まだ来れないのか、新たが抜け出した、マテンロウレオ懸命に追う、このまま粘れるか、新た内から救うのか、クリノプレミアムフォワードアゲンも差を詰めてきている、新たかラーグルフか、首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。いい感じですね。1着、3番、2着、7番、3着、12番、以上のように確定しました。